ミルトン・マルガイ・ミルトン・オーガスタス・スストリービー・マルガイは、シエラ・レオネの政治家で、初代首相である。彼は1895年に、イギリス保護領のシエラ・レオネ南部のメンデ族の裕福な商人の息子として、またメンデ族の選手長の孫として生まれた。福音道法協会学校で教育を受け、中等学校はアルバートアカデミーに入り、大学では1921年に、 ホーラーベイカレッジで歴史の学士号を獲得。その後イギリスに留学し、ダラム大学キングスカレッジ医学スクールで修士学位を取得。1926年に保護料での最初の医者になるため医学を学び卒業した。1928年に高齢者医療館への政府のサービスに入る。1950年に彼はシエラレオネ人民党を結成し SLPP の初代。 代表者になる1958年の選挙で、ミルトン・マルガイ率いる SLPP が対象し、ミルトン・マルガイは、シエラ・レオネ初代首相に就任した。彼は、イギリスとの関係を重視する、親衛派の保守的であったがシエラ・レオネが、独立国として自立できるとも確信していた。 そして1960年にイギリスのロンドンで開催された憲法会議で彼は代表団を引き連れ、シエラ・レオネの完全独立を認めるように独立を主張し要求した。翌年の1961年にイギリスが独立を認め、シエラ・レオネがついにイギリスの君主を原始とするイギリス連邦の一員の独立国を達成すると、1962年5月27日に、 最初の独立最初の総選挙を行い、マルガイは地滑りで、シエラ・レオネの独立初代の首相に就任した。また独立した年に、イギリスのエリザベス二世とフィリップ王肺が、シエラ・レオネの独立の祝賀会のために、シエラ・レオネに訪問し、マルガイ首相を挨拶して、エリザベス二世らを出迎えた。独立後、マルガイ首相は、シエラ・レオネの近代化や特に教育、健康、 農業の分野に重点を置いた政策を取った。1962年に、マルガイは、隣国ギニアからのフラ族の不法移民の問題に、直面し、対応を追われた。1964年4月28日に68歳で、死亡するまで、マルガイ首相は、シエラ・レオネの首相を務めた。その後、彼の弟であるアルバート・マルガイが1967年まで、 首相を引き継いだ。マルガイはイギリス植民地時代からの王立西アフリカ辺境軍のシエラレオネ連隊の流れを組む形で1961年の独立後にシエラレオネ国軍を設立し、マルガイはシエラレオネ人に軍隊をより多く支配した。これにより1964年までシエラレオネ国軍は民族的に室になり、将校の26%が メンデ族で12%がテムネ族で残りの64%は他の様々な部族出身者となった。しかし彼の死後、彼の後継者の弟であるアルバート・マルガイが権力を握ると軍隊の隊を自分の出身部族であるメンデ族だけにしようとした。マルガイは首相に就任して亡くなるまでの3年間、シエラレオネの安定した民主化に貢献した。 シエラ・レオネ国民のアイデンティティを構築する一方で、イギリスの君主を原始とするイギリス連邦の一員としてのイギリス重視の立場を取っていた。彼は穏やかで友好的な態度と政治的知識を尊重し、熟練した説明者としての評判で国の文盲の大多数から尊敬を得ていた。1956年にイギリスの支援で設立されたミルトン・マルガイ、盲学校は、 彼の名にちなんでいる。ありがとうございます。